ナスチョコさん、いつもありがとうございます会いに行かれてきました、よかった。とどこ今、お世話になってるプロデューサーさんの事務所をお貸しいただいてます。今日もちょっとゆるく雑談していこうかなって思ってるんですけど、ヤンバラから気になってきました、ありがとうございます。山がね、もう来週からも新しい衣装で出たりするので、ぜひ見てください。めちゃくちゃブレイクすると思います、頑張ります。初見ですか、ありがとうございます。まだ2回目なのでちょっと不慣れなんですけど、温かい目で見守っていただけたら嬉しいです。ゆりちゃんが大人になったと聞いて、あ、久々にその名前見かけた。なんか私の子役時代知ってる方少ないのかなって思ってたんですけど、ちょこちょこいてくださって嬉しいです。ありがとうございます、はじめまして。なんかこの前ちょっと喉の調子があんまり良くなくて、そのガスガスのままライブさせてもらったんですけど、ちょっと今日はだいぶ良くなりました。今は芸能一本、そうですね、今ちょっとグラビアをたくさん頑張っていきたいなと思って。初めまして、大人になりすぎです。そうですね、もう触覚がすごい、ちょっと伸びてきちゃって。よくインスタとか X の方にコメントしてくれる方もちょこちょこ見かけて嬉しいです。喉の炎症にはビタミン C、 ビタミン C いいんだ、ちょっと飲み続けてみます。そしたら下はスカート、そう、今日ワンピースなんですよね。わかるかな、ちょっとわかんないかな。さっき TikTok の方に全身載ってる動画ちょっと投稿してみたので見てみてください。応援してます、ありがとうございます。色は紫ですね、うん、紫大好きかな、名前にも入ってるし。紫色って言ったらりっちゃんだねって覚えてくれたら嬉しいかも。コナン見ました、コナン、コナンは、うん、見ますね。去年も見たかな、今年や、去年かな、今年だ、今年のを見ました。灰原愛ちゃんのやつかな。レモンは刺激が強くて、あ、ビタミン C の話ですかね、わかりました。なんかサプリメントとか飲んでみますね。
何気なく来たら美人さんだった、ありがとうございます。塾講師やってたから指導とかけて指導まあそうですねそれで通ってくれたら嬉しいなとも思ってますけどなんかタグとかそのうち作りたいなって思ってて、それにしようかなって思ってたところです。これからも期待してます、ありがとうございます、頑張ります。年明けからね、もっと徐々に出ていけたらいいなって思ってるので、インスタにも X にも結構今日撮影でしたって何回か投稿してるものが来年から出てくるので、めちゃくちゃ可愛くてして好きです、ありがとうございます。今日どんな服、今日はミニワンピースですね。シドルイに指導されたい、あ、それいいかも写真良くない？大丈夫かな。活動再開おめでとうございます、ありがとうございます。今日の衣装、立ったらいいかな、ちょっと立ってみますね。今日こんな感じ、こんな感じです。インスタライブの衣装です、よかった。もう今日29日だから仕事納め終わった人いるのかな、たくさん。うん、保育時代の写真見てくれたんですか嬉しいな。変わってました、あんまり変わってない気がする。写真も可愛いけど覚えてるとこも、ありがとうございます昨日仕事納め、仕事私はそうですね、一応昨日が最後の年内の撮影で一応落ち着くかなって感じです。ボンマガのアカウントで紹介されてるの、あ、ありがとうございます、よかった。衣装って自分なんだろう、今日のとかかな、今日のは私服ですね。昨日の撮影はちょっと今までとも違った感じで楽しくできましたね。さあこんばんは。グラビア始めてから同級生から連絡、仲良くしてる子とかは知ってたりしたので、
そうですね、この可愛さでありがとうございます。貯めておかないと、うん、社会人経験は一応その塾の講師をずっともう大学卒業してからもやっていたので、社会人経験はあります。エゴ触りたい。クリスマスは何してた、何してたかな。イブの日はクリスマスケーキ取りに行って、お家で一人で過ごしてました。で、翌日は友人とご飯だけ食べました。胸の成長履歴ですか。成長履歴どう、成長履歴、そうだな、中学1年生で F カップまで大きくなって、ちょっと太って痩せて今っていう感じです。あんまり変動ないかもしれない。感じだと1万フォロワー行くかな、行ってくれるといいな。みんな毎日見てね。クリスマスケーキ食べてない。自分のどこがチャームポイント、どこだろう。なんかよく言われるのは目とかかな。なんかよく目こぼれそうだなって言われますね。中1でそう F カップでした。そうですね、もう高校生の頃は多分あんまりその胸のサイズ測る機会がなかったので、自分はずっと、まあ、今大きくて G カップとかかなと思ってたんですけど、久々に下着屋さん行ったら I カップですねって言われて、そこからなので、いつ頃からだろう、18ぐらいから I カップがあって分かりました。体重ショックだ、そうですね。お肉がつきやすいので、子役時代と変わらない、よかった。あなたの笑顔がチャームポイントだと思う、嬉しい。こんにちは、はじめまして。フラッシュから見てくれたんですね、ありがとうございます。高校時代は私ずっと女子校だったので、ちょっとそのあたりは疎くて。よく聞く、うん、肩こり大変ですね。こんばんは。うん、推しのポケモンはね、皆さんソード&シールドやってましたか。私そこからのポケモンが好きなポケモン多くて、ね、ニャスパーっていう紫色の猫ちゃんみたいなエスパータイプのポケモンか、ドラゴンタイプの、ね、あれドラメシア
かな。女子校でもモテてそう。どうかな。仲いい子は結構いました。答えたテスト割り直してほしい。さっきもやったやつかな。これです。ギリギリね、足切れちゃうんですよ。どのポケモンと付き合いたいですか。どのポケモンと、なんだろう。あ、そのドラパルト、ドラパルトは好きですけど、紫ならエイフィーかわいい。エイフィーかわいいですよね。ポケモン金銀で止まってる。スカバイ、スカバイはやってないですね。なんだろう。ドラパルトになります。色違いの黄色の方のドラパルト好きでした。アニメとかは好きですね。もうなんか時間あるタイミングで新しいのを発掘したいなと思ってみたりとか、最近あの薬屋の独り言面白いなって思って見てます。もともと漫画で読んでたんですけど、ポニーテールする仕草撮りました。アーカイブはね、残らないです。残らないから、みんな最後まで見てってくださいね。2023年どんな年だったかな。それこそ私デビューがフライデーさんなんですけど、先月の24日にデビューさせてもらって、そこからなので、なんかもう自分の人生の分岐点の年かなって思います。何もかもが変わったので。今日は仕事納め。そうですね、今日ちょっと打ち合わせだけして終わらせる感じです。すごい、みんな褒めてくれる、嬉しい。飲み時間、どうだろう、来てるかな。来年は飛躍の年になるといいですね。皆さん応援してください。顔好きです、嬉しい。ね、乗せてみてほしい。あんまり多分今日出ない曲なんですよね。そのぐらいかな、わかる。ニットね、冬場は大体ニットかなって。今日このぐらいかな。早く話してみたいです。そうですね、なんかイベントとかね、アイドルイベントとかやってみたいなってすごい思ってて、絶対やるのでその時は会いに来てください。胸は遺伝なのかな、遺伝かな、多分。顔も体も声も可愛い、ありがとうございます。
今後の目標、今後の目標は、そうだな、いっぱい雑誌に出て表紙飾ってみたいですね。地方民だから遠くから応援してます、ありがとうございます。地方の方多いのかな。あとちょっと告知というか、皆さんにお伝えしたいなっていうのがあって、今ヤンマガウェブさんの方で推しガール掲載されてると思うんですけど、1月5日のヤンマガの本誌の方に載せていただきます。ぜひチェックしてください。で、それが1月5日です。よろしくお願いします。ちょっと1月5日同日にインスタライブもまたやろうかなって思ってるので、ちょっと見てくださいまた見に来てくれて嬉しいです。来年も応援よろしくお願いします。今年大変だったことは、大変だったことなんだろう、なんだろうな、なんかあんまり大変だと思うことなくて次から上の方でこういうことそうだな。山がね、要チェックでお願いしますちょうど多分年明けでみんな見てくれるタイミングじゃないかなって思うので、前前は食事制限、まあ一応軽くだけ食べるものちょっと気をつけようとか、あまり絶食とかはしないです。山がウェブ見ました、ありがとうございます。衣装かわいいですよね。あんまり普段着でああいう明るい色着ないんですけど、衣装で用意してもらって着るとこの色かわいいなって思ったりして、普段筋トレはしてなくて、でもそろそろこう筋肉がないんですよ。だからちょっとね、少しだけつけようかなって思って。身長は158センチです。平均かな。と美人の間の上でこういうことですか今日仕事遊びでした、お疲れ様です。今日仕事遊びの人多いかな、多分横ね、どうなんだろう、あんまりこのぐらいです、多分。プルルちゃん好きですよ、かわいい何かプロフィールに結構好きな VTuber の方を書かせていただいてるんですけど、でも結構この子たちだけじゃなくて、いろんなホロライブとか見てますね。何頭身なの自分で数えたことないね、ちょっと
雑誌の方買って見てみてください。全身載ってるのあるので。今日はね、今日は18時まで配信予定なので、あと30分ぐらいかな。塾講師でした。元塾講師で、塾では英語と国語を主に教えてました。お正月のお餅は、私はこしあんが好きですね。視力はね、悪いですよ、すごい。ずっとコンタクトかメガネです。ゆるい先生に習ってみたかったら英語も国語も苦手だった。あれですかね、理系とかかな。色は紫です。なんか紫系統の色が好きかも。ピンクとかと白とかも好きです。前回のインスタライブもあっという間でしたね。来てくれてありがとうございました。メガネも似合いそう。そのうちメガネかけますね。みーちゃん好き。ありがとう。年末年始はどう過ごそうかなって思ってて、ちょっと実家にワンちゃんいるんですけど、ちょっとワンちゃんに会いに帰ろうかなって思ってます。ブルベですか。すごいブルベです。あんまりでも昨今ブルーベース、イエローベースってあんまりもう気にしない人増えてきたような気がする。海外 VTuber の、あー見ますね。2時3時の EM の子とか見ますね。あとはホロライブだとカリオペちゃんとか。宮崎好きだから指導。そうですね。髪の毛綺麗ですね。ありがとうございます。特に伸ばしてないんですけど、伸びちゃった感じですかね。ショートにしたことはありますよ。18歳ぐらいの時にやりました。紫好きならポケモンバイオレット。ポケモンバイオレットずっとやってました。先生のこと好きになっちゃったの。生徒が授業に集中できない。ね。ラムが好きなのでいいです。よかった。でもその18歳に1回ショートにしてからは切ってないので、ずっともう伸ばし続けてる感じです。今かかってる曲ね、ちょこっとプロライブの子たちがカバーしてる曲とか流してます。髪の毛染めたこと1回だけあるんですけど、もうすぐ黒染めしちゃいました。
1月はヤンマガ以外の雑誌、出ると思うのでちょっと楽しみにしててください。カリオペさん、いろんな方面、うん、カリオペさんいいですよね楽しそうで、いつも。香水で好きな匂い、なんだろうな。基本私何でも好きだからな。なんかハンドクリームとかつけるからそればっかりかも。でも デビューしたばかりなのに人気人気すごいかな。嬉しい。ハイパーゲーム大会当たりました。いいですね。ハイパーゲーム大会いつだっけ。3月でしたっけ。あと、そう、なんかちょこちょこ、そうだ、オフ会ありますかとか、お話ししたいですとか、こう普段も聞いてくれる方多いんですけど、バレンタイン近辺でちょっとイベントを決定したので、まあその時にまたちょっと近くなったらまた報告させていただきたいんですけど、ぜひ会いに来てください。事務所さんのお部屋です。うん、バレンタインです。開けといてくださいねバレンタインのオフ会に来てくださいハンドクリームでおすすめですか。なんだろうな。この前友人から誕生日プレゼントでもらってよかったなと思ったのは、ディオールのハンドクリームでしたね。いい香りだった。透明チョコチョコレート、てか私あんまり高校生の頃からチョコレート女の子からもらうことが多くて、そう、お返しにホワイトデーの回数をちょっとしてた感じですかねジョジョは南部ゴブが好きです。知ってる方いるかな。ジョジョ今キューブの2巻発売したばっかりなので熱いんじゃないかな。もう一回見せてほしい。ちょっと他の お酒はハイボールが多いです。お菓子とかね、一時期ハマってた時期ありました。マカロンとか謎にちょっとおしゃれなもの作ってみたことあるんですけど、自分の好きな部位、部位なんだろうな。部位か、手かな。手、大きいんですよ手。ジェジョね、アニブと7部いいですね。7部も面白かった。ポールランレースですね。キノコ派ですかタケノコ派ですか。私はタケノコ買うことが多いなこんばんは、はじめまして。
動いてる私初めて、よかったTikTok も今日投稿したんですけど、これからちょこちょこ投稿していこうかなって思うので、動いてる私はどんどんこれから見れるんじゃないかなって思います。胸ら辺でハートのポーズ、ハートってこれでいいかな、この前スクショタイムみたいなのを覚えたんですけど合ってるのかな グラビアを始めたきっかけ、そうですね、ちょっともともと塾の講師やってたんですけど、皆さんもよく言ってるように生徒が集中できてるのかどうかわからないなって、ちょっといろいろ悩んでるタイミングだに胸を活かせる仕事ができたらなって思って始めてみました声が好きです、嬉しい。最近いつ泣きましたか？なんか独特な質問ですね。なんだろう、いつかな、あ、メイドインアビス見た時かな、結構前だな、3週間ぐらい前とか。日本ニュースで拝見して一目惚れしました。え、ありがとうございます。結構ニュースも見てくれてる方多いんですね、嬉しい。新鮮に可愛いですね、ありがとうございますメイドインアビス、ね、見てる方多いかな。最近ゲームメイドインアビスに出てくるナナチっていうキャラクターがいるんですけど、あれのフィギュアを取ってちょっと喜んでたところでした。 X でコメントしてるのは嬉しいですか？うん、嬉しい。コメントいっぱいつくの嬉しいです。そう、結構毎回どんなコメントついてるかなって言って一通り確認はしてるので、どんな異性の方がタイプですか？そうだな、なんか面白い人とかも好きだし、ちょっと他の人とは変わってるなみたいな方とかも好きです。ポケモンバイオレットの有料ダウンロードコンテンツはまだやってないですそう、なんか結構最初の方にやりきった感があって、多分200時間ぐらいやったんですよねそう、好きなアニメのコスプレとか、そう、私ワンピース好きだから、ちょっとワンピースのコスプレしてみたいなと思うんですけど、髪よく触るのがちょっと癖ですちょっとね、恥ずかしい時とか照れてる時に触っちゃうかも UFO キャッチャー好きですね、結構好きかも。なんか最近そんなにゲームセンター行かないんですけど、最近好きかもなってちょっと思いました。イベントの予定ありますか？イベントはさっきもお伝えしたんですけど、2月、まあ、バレンタイン付近にちょっとやろうかなって。もうハンコック私大好きなんですよ、だからハンコックやってみたいなって思ってます黒髪ワンレンが私大好きなので。サンタコス良かったですか？ありがとうございます
一押しのワンピースキャラなんだろうな、もうどれも好きなんですけど、そうだな、ハンコックは好きなんですけど、最近あれですね、ユースタスキットとか熱かったなって思いました。マリオカートも好きです。一時期ちょっとハマってました。ずっと黒髪に行ってください。うん、黒やっぱりいいですよね。落ち着く。ただこそ小さくてジッパー上がらない。なんか結構中に締めるのはダメだろうってコメントもらったんですけども。結構なゲーマーね、ゲーマーって言っていいのかな、でもゲーム大好きですね。マリカはスイッチです。うん、ワンピースレッドまだ見てなくて、ちょっといつ見ようかなっていう気持ちがあって、そろそろ見ないとなと思ってますけど、グラビアポーズってなんだろうね、こういうのかな、多分いつも X の投稿にコメントにっかりしてます。嬉しいな。雑誌のオレンジの水着ありがとうございます。ちょっと見下した目線、何だろう、このぐらいかな。大型ですか。いや、 A 型なんです。一日だけワンピースキャラになりきるとしたら、楽しそうなのはローかな。シャンブルズやってみたい。マリカで対決したいですね。でも私そんなに上手くないですよ。やってるゲームはスイッチが多いから、持ってるハードは実はパソコンもあるんです。プレイステもあるんです。そうだな、プレイステ系で言ったらファイナルファンタジーとかも好きかな。あとはモンハンもやってました、プレイステの方の。スイッチもやってたんですけど、自分では性格はどんな感じ、どんな感じだろう、ちょっと、そうだな、おとなしいとかかな。ゲームボーイアドバンス知ってますよ。最初の初期の DS、 グレー、シルバーのやつやってたんですけど、あれ初期のやつってゲームボーイアドバンスのソフトさせるやつなんですよね。それでちょっとやってたりしました。エビフテンのコスプレかできるかな、ちょっとユーナやってみたいなと思うんですけどね。RPG もやります。直近でやったのが FF7 の、 リユニオンのクライシスコアっていう前日誕のやつと、あとペルソナ4をやりました。F
FPS は PC が多いです。バロラントとか分かりますかね。 Apex とかあまり上手くないんですけど。お願いします。谷間見せてほしいです。はい、どのぐらいかな。ワタメの歌声ですね。ワタメちゃん可愛いですよね。だいぶ外れちゃった去年の。プレステ2持ってました。プレステ2懐かしいですね。なんか私プレステ2は親がやってたかな。ティファのコスプレね、ティファ可愛いですよね。やってみたいな。AF14 はすでに手を出しているんですけども、ちょこちょこ自分のペースでやりながら遊んでますね。高校の時の胸のサイズは今と変わらないと思います。電子写真集はそのうち出ます。またそれもインスタでも X でも告知するので、次にちょっと私の SNS はチェックしてくださいね。ヒカセン、ヒカセン懐かしい。ヒカセンですね。初めてやったの4年前とか5年前なので。正月は外に出ないかな。あ、でもちょっと初詣こと知ってみたいなって思ってて、今まであんまり初詣行ったことなかったので、そのすぐはちょっと行こうかなって思ってます。バラのゲーム配信でやってみたいな。好きなアーティストは椎名林檎ちゃんが好きです。結構いろいろ聞くんですけど、 YouTube 動画何見てるかな。 VTuber の人の動画とか多いかもしれない。結構そうだな、 Twitch とかで夢のあかりちゃんのクリップとか見たりしてます。プレイステ5持ってます。ちょっと FF16 やろうとしてちょっと積んじゃってる感じですね。スクショタイム。じゃあちょっと最後の5分になったらやろうかな。ギターの曲の練習曲は、いや難しくて、ちょっと椎名林檎さんの曲ってアコースティックが似合うので、ちょっとそうだな、バリバリロックみたいなの好きなので、今3分の1と順調な感じの練習したりしてます。憧れる芸能人は、私好きな方は仲間由紀恵さんが好きです。好きなお笑い芸人さん、あ、そうだ、 YouTube 特化してる方で言えば粗品さんとか好きですね。面白いなと思って見てます。
カラオケとかたまに行きます。カラオケは、友人と行ったりとか、結構女の子5、6人集まったらカラオケ行くかって言って入ったりとかしてます。スクショタイムの時になりますね。 X にコメントしてる人で覚えてる人、そうだな、いっぱいコメントくれてる方とかはちゃんと見たりしてます。目標のグラビアアイドルの方ですか？えなこさんが私は大好きです。いおりもえさんも好きですね。椎名林檎さんの曲歌います。でも難しいのであれかな、みんなが歌うような曲とかをちょこっと歌ったりします。そう、あ、丸の内サディスティックはよく歌うかも。来年イベントはバレンタイン付近になります。声が可愛すぎます。ありがとうございます。シナリマさんのシャウトできたらいいんですけどね。この声でコツがあるんですよね、シャウトって。丁寧な言葉遣いが素敵、ありがとうございます。エンタープライズの方よく見かけ、見るかな。いつも素敵な写真投稿ありがとうございます。いつも見てくださってありがとうございます。かっこいい曲に多い進行コードだから覚えると応用できるの。やってみようかな。寝つき悪いんだけど横で喋ってくれたら一瞬で眠れそう。体柔らかい方ですね。そう、いろんなポーズするから。久々にグラビア見て衝撃受けた、嬉しい。そのスクショタイムしようかな。これかな。あとはダブルピース。もいいかも。ヨガね、ヨガインナーマッスル大事だから、そこまでできるかな。できるようにしておこうかな。今後の目標はたくさんグラビアに出てみんなといっぱい会うことです。ご連絡通うわ。
YouTube やる予定はそうだな、やろうかなと思ってます。みんなと一緒にさっき話に出たこうマリオカートとかいろいろできたらいいなって思ってるんで、練習の山が楽しみにしてますありがとうございます。次のインスタライブはヤンマガとヤンマガの発売日と一緒の1月5日にちょっとインスタライブやろうかなって、このぐらいの時間17時とか16時とかそのあたりにやろうと思っているので、また改めて後で SNS の方で告知させていただきます。坂形言語配信やりたいみんなと遊びたい。この配信は18時までだから、あと3分くらい。今日も早かったなまだ2回目なのでちょっと、ね、ちょこちょこ不慣れだなって思わせちゃったところとかもあると思うんですけど、最後までお付き合いありがとうございます。いつか参加できそうだったらしてください。ギブスは難しいですよね始まりの寂しい、私も寂しい。そうだ、もう良いお年をですね。X とかインスタはもちろん毎日投稿するのでいっぱい見てもらいたいなと思うんですけど、こうやってお話しできるのはとりあえず今年は最後ですね。そうだな、終わりに寂しいな。めちゃくちゃうまい、よかった、嬉しいな。年越しそば食べたいな。年末にルイさんを知って最高の年になりました、ありがとう。どうしようかな、最後自己紹介に。ニットね、オフショルみたくはね、ちょっとできないんですよね、これ。あの、幅が。もう一回、胸寄せる。もう一回。髪にくいかな。ちゃんのライブ全部見るのが目標だったのにほとんど見れなかった。でも来てくれてありがとうございます。ラドゥさんのイベント行ったことないけど行ってみたくなりました。ぜひ初めてのイベント参加お願いします。ゲーム配信にも期待してくださいありがとう、もう18時になっちゃった。今日はありがとうございました。ちょっとねイベントは1月あと2月のバレンタイン付近なのでちょっと覚えておいてください確定したらまた詳細は SNS に載せますね。じゃあありがとうございました。良いお年を、みんなありがとう。じゃあね、バイバイ。ちょっと寂しいな。